はい、総会は予定より長引いて今も続いています。物言う株主の取締役候補をめぐって朝から白熱しています。やっぱり激走感は確実にもう明確に起こると思うので、そこはその議案は私は反対しています。まあ迷走してますね。ある程度、株持ってればしょうがないなと。東芝はもともと会社を分割する方針でしたが、上場廃止を求める物言う株主の反対で中断し、今は国内外の投資ファンドなどからの再建案を検討しています。物言う株主出身の取締役が増えると上場廃止へと加速するとの見方が強まっています。原子力や量子暗号など東芝には経済安全保障に関わる技術があるだけに、再建案には株主、投資家に加えて政府も大きな関心を寄せています。